前回暗くなって終わっちゃったんで、今日ちょっとまた違う日に撮影してます。ミックの瓶とあとアルメニックの瓶、あと いろいろ今日は試してみようと思うんで、ちょっとやっていきます。おはようございます。あの前回、暗くなって終わっちゃったんで、今日ちょっとまた違う日に撮影してます。で今日は波、朝、今これ朝一なんですけど、朝は満潮でちょっと潮が多くて、多分引いてきたら割れるようになると思うんで、まあ、ちょっと波どこがいいか探してるんですけど、まあ、ちょっといいところでまたボードのテストをしていきたいと思います。今日はこのラウンドの方、テールちょっと取ってもらうと分かると思うんですけど、この丸いやつ、昨日あのフィリーペのフィンで使ったんですけど、ちょっとフィン持ってきたんで、いろいろミックのフィンとあとアルメニックのフィン、まあ、全部ラージなんですけど、ちょっといろいろ今日は試してみようと思うんで、ちょっとやっていきます。はい、というわけでフィンをちょっと一回変えます。あー、こっちかな。じゃあミックから使ってみます。はい、というわけで今変えたんで、ちょっとテストしていきたいと思います。結構好感触な感じなんだけど、こっちの方がいいよね。あ、撮ってる。今ちょっとテストしてきたんですけど、結構全然この前のあのフィンよりこうフレックス、あのフィンがこう曲がりやすいというか、ターンしや柔らかくてターンしやすくて、結構僕的には感触がすごい良かったです。なんかあのフィリーペのフィンだとちょっと硬くて、ターンするときにちょっと重い感じがあったんですけど、ミックの方がこうスイスイターンしごくときもスピード出やすいし、あのターンした後もスピードつきやすい、加速しやすい感じで、すごいもう良かったです。ちょっとあのテストで今度こっち使ってきます。アルメニックのラージ、ちょっとテストしていきたいと思います。じゃあちょっと今度こっちでやります。
が一番慣れてるんで、まあ、それなりに乗れると思うんですけど、サイズがちょっとちっちゃいかもしれないんで、まあ、ちょっとまたテストしてみてフィードバックしたいと思います。行ってきます。今ちょっと、まあ、10分ぐらいしか入ってないんですけど、ちょっとフィーリングが違ったんで、この日に一番合うんですけど、このボードにはあんまりなんかマッチングしてない感じだったんで、さっきあの試したあの緑のミックのフィンの方が感触がすごい良くて、その感触と比較してこのフィンちょっと違うなってすぐ分かったんで、ちょっとすぐ上がってきました。で次はもうあのもう一本ニューボード持ってきてるんで、スカッシュなんですけど、ちょっとそっちでもあのさっき調子良かったミックの品を試してみたいと思います。はい、今、ミックの日に試してきたんですけど、ちょっとこっちのスカッシュだとなんかちょっとまたフィーリングが違くていいかなと思ったんですけど、ちょっと逆にグニャグニャしすぎちゃったりとか、逆にスピードが出なかったりしたんで、あのこっち の, あのアルミニックのラージをちょっと試していきたいと思います。多分こっちの方がミックよりちょっと固めな感じなん でプラスいい感じにルースしてくれるんで、あのなんだろう、フィンアウトとかカーブだったりとか多分しやすいと思うんで、波もちょっと引いてきて掘れてきてちょっと早いんですけど、まあいい波乗れればアクションしっかり入ると思うんで、ちょっとそれ意識してやっていきたいと思います。砂が熱くなってきた。よいしょ。じゃあ帰っていきたいと思います。Bye.
疲れ様です。今こっちスカッシュの試してきたんですけど、ラージでやっぱこっちの方がいいですね。感触が全然、テールが違うだけでフィン変えた方がいいんだなって思いました。だいぶ波もなんかちょっと掘れてきて、なんかいい波っすね。もうちょいな、多分慣れたらもっと良くなると思うんですけど、まだちょっとボードの伸びるところがちょっとまだあんまりいまいちつかめてないんで、たまに体が抜けちゃったりするんで、ちょっともうちょい慣らして、あの試合前とかはやっていけたらいいなと思います。でもう一本のこっちのラウンドのボードも、あの、まあ、フィン分かったんで、両方ともボードのフィンは合わせるの分かったんで、まあ、ちょっと今度はあのフィンをちゃんとセットして、もういい状態で、あのサーフィンの練習したいと思います。今回はこんな感じで終わりにしていきたいと思います。あのいつも見ていただいてありがとうございます。最近あの話しかけてくれる方も多くて、あと僕のモチベーションにすごいなってます。今後もなんかいろいろこういうテストだったりとか、あの、まあ、いろんなとこトリップ行ったりとか、あの面白い動画上げていくんで、あのぜひ見てください。本日はこんな感じでありがとうございました。